が欲しい。それだけ日本みたいに、あの、平和が欲しいよ。どっちが正しいってもう知りたくないぐらい平和がいいよ。それだけ。この子は日本でも生まれて、まだ一回でもおばあちゃん見たことない。早く戦争終わったら子供たちとウクライナに、あの、おばあちゃんたち会いに行くよ。ベラルーシ国内からウクライナに向かって次々とミサイルが打ち出しています。ベラルーシ国民の全体そういうことは反対です。できることは少ないですけど、あの、戦ってる、一生懸命戦っているウクライナ人をサポートしようと思って、私はこっちに来てそういうふうにサポートしています。